お花紙を使ってポインセチアを作ってみましょう。用意するものは赤いお花紙が2枚、青緑色のお花紙が4枚、黄色のお花紙少々、ワイヤーです。ワイヤーは長いものが1本、短いものが2本、茎を巻く時のお花用のテープ、それとハサミと液体のりです。まずはじめに青緑色のお花紙で葉っぱを作りましょう。こんな風にお山が 1,2,3,4 つある綺麗な蛇腹折りにしていきます。2枚重ねでザラザラが上、半分に折って開いて半分、半分折り返して、折り返して真ん中で折ったら折り返して、反対側も折り返します。蛇腹折りができたらこれを2つに折ります。折ったらこのピラピラの方をのけたいんですね。このお山が4つの方から切っていきます。間違えやすいので印を入れておきましょう。このピラピラの ところは切る方です。こう開いた時に一番端になるところですね。でここを切り落とすように斜めに直近と切ります。葉っぱには短いワイヤーを2つ折りにしたものを使います。このこちらの短い方から差し込んで、この真ん中の折り目のところでキューッとこう引っ張っていきます。こんな形になります。そしたら根元を持ったままキュッキュッと 2,3 回ねじってください。これを広げていきます。まず横にキュッと引っ張ると広げやすいです。こうやって広げると上に向いた面がピカピカの面が出てきます。根元までキュッて開きます。そうしたら今度は2枚重ねになってますから、これを開きます。このくらいじゃなくて、これを両方ね、こんな感じに持ってキューッと引っ張ってください。ここどこ持ってキューッと、ゆっくりね、破れない程度に強く根元まで。上と下に分けたらキューッ、キューッ、キューッ、しっかり引っ張っておくとボリュームのあるポインセチアになります。こんな風に上と下に分かれたら、根元の部分を持って葉っぱを横に引っ張って形を整えていきます。赤いお花紙は長いワイヤーを使います。これを2つに折ります。
で同じようにこちら側ですね、短い方からかけてキューッと引っ張ります。引っ張ったら2、3回ねじるところも一緒です。あとは葉っぱと同じ作り方です。黄色のお花紙を細く裂きます。人差し指と親指に液体のりをつけます。で、この黄色のお花紙を丸めていきます。できるだけ綺麗な丸になるように指先を使ってくださいね。5個ぐらい作っておきましょう。もっと作っても構いません。さ、緑が2つ、赤が1つ、これを組み合わせていきます。組み合わせるときに使うのがお花用のテープです。短め1本と長め1本切っておきましょう。この葉っぱの分かれるところですね、ここに赤いお花を入れます。短めの方のテープで巻いていきます。テープをこう引っ張って伸ばすようにしながらくるくるくる。次の葉っぱは同じようにこう分けたら、少し下がったところ、 3,4 センチ下がったところに入れて、これもお花用のテープで巻いていきます。これは下の端まで巻きます。下まで来たらいらない部分は切ってください。ずいぶんポインセチアらしくなりました。最後の仕上げです。この部分に液体のりをつけます。たっぷりつけましょう。先ほど作った黄色のつぶつぶ、これをここにのせます。はい、これで出来上がりです。段ボールの波々が見えるように細長く切ります。これにカッターナイフで切り込みを入れていきます。そしてこれを曲げるとこんな風にここの切った部分が割れて丸くなります。切り込みを入れたものを何枚か作ります。これを巻いていきます。切り込みが外側になるように巻きます。こんな風に巻けたら花瓶の中にこれを入れます。花瓶の中に
段ボールを入れて用意したものに刺していきます。この段ボールのなみなみの穴の中にポインセチアのこのワイヤーの部分ですね、これを刺していきます。こんな風に出来上がりました。イルミネーションと組み合わせるとぐっとクリスマスの感じが出ますね。